大骨折は私たちのわがままを示してくださる時期です。朝早く起きて祈るということ、それだけでなく、いろんな技術を通して私たちが目覚めて、どれほどわがままであると、どれほど私の態度は子供っぽいの態度であるか。いつも文句言う。今日もそうだろう、昨日もそうだったと思う。と仕事のところでは、家族のところでは、体のこと、買い物に行ったら、いつも悪魔が私たちの裏にはいつも同じささやき。私たちはこの重さを持っています。心の深いのところでは偽りの意志が置かれている。私たちの心を圧迫されて牢屋に入れられている。だからちょこちょこ満足すると思ったが、満足されないからいつもイライラ、いつも自分の中を収めないと相手を裁く、相手を責める、などなど。でも知恵、神の知恵にはその働き、その技によって証明される。神は私たちの肉を帯びて、でその肉の重さ、その罪を背負った。キリストが十字架、人間の重さを運んだと。馬小屋を見た時にはそれを見る。この技、今日一日中これを黙想したらどう。今日の一日中、主よ、私は笑んでください。私はあなたにどれほど愛されているかを教えて。本当に全ての他の考えを置いといて、主よ、私を本当に愛してますか。こんな私が、家族、友達、全てをつぶろうとしていた私、この自己弁護ばかり、この文句だらけ者、私をそのまま愛してますか。真理、正しさ、正義が慈しみの中に現れた。こういう出会いがあると、奥さん通して、神父通して、お母さん通して、お父さん通して、同じような形で行う。この時代は、蛇の時代は、私たちの中にはこれを待っています。でも今日私もそれを待っています。今日きっと現れる。祈りの中に入りましょう。ヨハンネは厳しい。特に古い信者がやっぱり昔の教えが厳しいでしょ。それはやってはいけない、それはやってはいけない、神様が裁くだろう、神が罰するだろうなどでしょ。みんな怖くて、だから多くの人がそれに逃げたでしょ、教会から。でキリストは徴税人や罪人の仲間だと。キリストはこの時代の人々、大祭派の人々に向かっていました。お前たち先に徴税人との罪人が天国に入るだろうと。実際は知恵の正しさはその働きによって証明されるという意味は何ですか。やっぱりこの罪人がその証人です。その証明をするこの人たちだけ。葬式の歌を聞いた時には、ああ、私のためだ、悲しんだ、打って、主よ、私を憐れんでください。そして笛を吹いた時には、この結婚式は私のためだ、洗礼のこと、まず死んで、そして復活する。両方は正しい、両方は私のためです。人間によると、あ、厳しさだから両親がいつも迷っている、厳しいの方がか、今ちょっと哀れみの方がいいか。キリストにはこの矛盾がない。なんとか私たちが恵まれるとはまだわからないと思う。教会の中ではこのミックス、ちょうどいい。教会が私たちの罪を隠さない、お前罪人とはっきり言います。けど同時に罪人であるからこそ愛されると。感謝の正義にはこのことが現れます。神の子羊は罪人のためにほふられて、そして彼らに命を与えます。この経験があるように願いましょう。